初体に向けてのコンディションといってはちょっと厚くないんですけど、うん、まあ、テスト項目は結構こなせましたか。テスト項目、まあ、順調にこなしてはいるんですけど、なかなかその新しいものが思ったように機能しないっていうところも、ありまして、まあまあ、もちろんその今は選別の、時期なんでね、まあ、いいもの悪いものを、見極めて、まあ、レースウィークにはそのいいものだけを、選べるように、まあ、ここで、まあ、ウィークで迷わないようにね、今その振り分けを、ちゃんとしとこうというのが、まあ、テストなんで、まあまあ、初日はまあそんな一進一退な感じで終わりました。はい、全日本で津田選手が優勝して、まあ、チームの士気は結構高いと思うんですけど、その辺りですか。そうですね、まあ、みんなの期待を背負って、で、ね、彼のパフォーマンス出し切ってね、筑波で、いい成績出してくれて、そのいい雰囲気の中でその発射に臨めるんでね、理想の形ではないでしょうか。うん、明日はあと雨になりそうですけど、はい、雨の中でもしっかり詰めて。そうですね、まあ、拓也もなかなか雨の中では、思うように走れないと本人も言ってたんで、まあ、その辺を克服できるように明日はね、まあ、僕自身もそうですけどやっていければなと思ってます。